ヘッドマーク東海は、かつて、日本国有鉄道が、分割ミニエーカー後は、東海旅客鉄道及び、東日本旅客鉄道が、東海道本線で運転していた列車である。列車種別は、準急急行特別急行と変遷し、末期には、ワイドビュー車両を使用していたことから、東海と、案内されていた。本港では、東海道本線の東京駅名古屋駅間で、 運行された優等列車の遠隔についても記述する。東海は1955年7月20日に東京駅名古屋駅間で準急東海として運転を開始。1959年9月には東海の保管列車として準急新東海が設定された。1961年10月に 新東海を速達化して特急、大鳥に変更し、東海は中高6往復、夜行1往復の7往復体制で、この時が運転本数としては最盛期であった。1966年3月に急行列車化され、1972年3月には全列車の運転区間を東京駅静岡駅間に変更した。1996年3月には、 特急列車に格上げされ、運転区間が東海道新幹線と並行する数少ない中高特急列車として、東海道新幹線の保管輸送の役目を担い、新幹線が経由しない、沿線主要駅に対し乗り換え不要のサービスを提供していたが、2007年3月に利用客の減少により運行を終了した。廃止時点で朝と夕方に一復ずつ。 1> 計1日に往復運転されていた。列車番号は 3XM であった。東京駅三島駅間は、同区間を走る、踊り子の設定時間帯の前後を走り、踊り子が通過する平塚駅へも停車していた。特急料金は、東京駅熱海駅間の停車駅総合区間のみ、利用の場合は、踊り子と同様に、JR 東日本の B 特急料金が、 東京駅、熱海駅間の各駅と三島駅を利用する場合は、JR 東海の B 特急料金が、その他の場合は A 特急料金が適用されていた。ただし、三島駅、沼津駅、静岡駅間で自由席を利用する場合に、限り、特定特急料金950円として、同区間の東海道新幹線自由席料金と、同額に合わせていた。 東京駅、品川駅、川崎駅、横浜駅、大船駅、平塚駅、小田原駅、湯河原駅、熱海駅、三島駅、沼津駅、富士駅、清水駅、静岡駅、急行時の停車駅、品川駅、川崎駅、横浜駅、大船駅、藤沢駅、平塚駅、甲津駅、小田原駅、湯河原駅、熱海駅、神奈美駅、三島駅、沼津駅、吉原駅、富士駅から新神原駅、神原,原駅、清水駅、 静岡駅 JR 東海静岡車両区所属の373系6両編成を使用し、指定席車を2両連結しているが、グリーン車はなく、普通車のみのモノクラス編成であった。1.2号車は座席指定席で、それ以外は自由席となっていた。1.4号車以外の各車両には、 大型テーブルを備えた固定ボックス席が2.5号車に4区画、3.6号車に2区画、設けられ、同じ373系を使用する、藤川、稲炉と異なり、自由席車に設置されている区画については自由、席料金で利用が可能であった。165系、電車、167系電車急行。 東海、御天場16両編成急行時代の最終日、直前の東海。昭和30年代から40年代のものを模したヘッドマークが装着されていた。1996年3月15日、165、軽仕様の最終日には80軽時代のものを模したヘッドマークが装着された。ありがとうございます。